おはようございます。自分のルームが危ない。今日そう、これで一緒なんです。めっちゃあっという間。もう1年ですよ。早い。昨日逆生徒ありがとうございました。こちらこそ。大人っぽくなった？マジ？なんか昨日逆生徒だったんですけど、ケーキ出ししました。なんか実話の話に実話の話なんだけど、なんかケーキ出しする人って端っこの2人って決まってて、でパズドラ最後の曲白いシャツじゃないですか。で、一番やるポジションが多いんですよ。昨日のポジションは一番多くて、やったことがあるね回数が多くて、で、そうだからケーキ出しがあるときは、あのパズドラだったら必ずほぼほぼの確率であのポジションになることが多いので、セルなんですね。で、フォーも遠くにいてもが最後の曲じゃないですか。あのフォーも終わりの位置が端っこなんですよ。端から2番目が正確な位置なんだけど、そう、白いシャツもあの遠くにいてももう上手の端から2番目にいるの。だからもう生誕祭だったら必ず私ケーキ出しするんだよね。そう、昨日気づいた。そうなんですよ。だからイコール、そうね、ゆうじさんの生誕さんにもし出れてたら、そうケーキ出しできてたんで、って考えちゃったの、昨日セナは。だからじゃあ来年もし出れたらケーキ出しできるんだっていうね、ポジティブシンキングに変えました。来年ね。一周年おめでとうだって、ありがとうございます。イエーイ、一周年イエーイなんだよね、これは。一周年です。おはよう、おめでとう、しなたな。イヤホン当たったからね、見た、ハッシュタグやったん、女性席でしょ、見たよ。今日は直接劇場でおめでとうございます、ありがとう。今日は私のお誕生日でしたって、おめでとうございます。純太郎、純ぽんさん、純太郎、純ぽんさん、名前かーこ見てますよ。ハッシュタグね、なんか
見てないと思うじゃんみんな。見てないと思うじゃん。それが毎日見てるんですよね。だから書いてくれたら喜んで喜びます。今日記念日のメンバー、記念日？ハータンと砂だけじゃない？公演デビュー。だっておじい汚いな。明日うせなためみんなに見れる、みんな見てんのかな。お、予習バッチリだって。よっしゃよっしゃよっしゃ。今日100回なの。なんかね、昨日ね言ってたんだけど、ハータンがそう1周年で100回らしいの。そう、今日が100回らしいのよ。ハータは、え、そうなの？みたいに言ってたけど、今日が100回みたいに言ってた。まだ見てるかな？おめでとうございます。イエーイ。ねえ、たくさんおめでとう。たくさんって3人だっけ、記念日。一年の毛またタグでかくだって嬉しい。おやすみなさい。初の激戦タンがパチ取れてよかった。ありがとう、ありがとう。福岡握手会をしましてセナタ行ったんだけど可愛かった。嬉しい。ウレピオ。今日ゆりさんのセンター T シャツやめたくねだって。分かった。なんか目印あります？今日来る。そう、あ、でもね、ちょっと聞いてください。そういえば、そう、前回の公演、6月28日の公演で、そう、ゆうりさんの生誕 T シャツもらえると思ってて、で、もうそれをね、もうずっとワクワクしながら公演前から、ずっとね、今日もらえるかな、みたいな思ってて、一人でね、ワクワクしてたんですよ。で、公演終わりに、見たんですよ。したらないの。え？みたいな。もう本当に悲しくて。で、昨日も今日こそはって思ったら、そう、あったんですよ。今日もらいました。今日じゃない、昨日いただきました。ゆりちゃんの生誕 T シャツとゆりんごちゃんのぬいぐるみもらいました。イエーイ。目印？え、違う。別に目印なんかつけてくとかじゃなくて、なんか、そう。とりあえず、公演前ショップに行って、セナタングッズあるか見てか。セナタングッズつけてくれてたら、もう必ず見るんだけどな。何？星になってるよ。タオルもらってないんです。ああタンブリンなかった。そう、ゆりさんのね、生誕の時にね、そう見てて、そうタオルとタンバリンがあって、うわタンバリンめっちゃ可愛いって思って。そこはゆりおたとして赤くして、私ゆりさんのお宅じゃないからごめん。入る前にもしセナがユージさんのことが好き
きでって入る前から握手会行っててとか言ってたらオタクって言っていいけど言ってないから言ってなかったから言わないでさ、オタクじゃないから。 T シャツはもらいました。そう仕事だって。行ってらっしゃい、週におめでとう、ありがとう。生徒祭参加するの初めてすぎてちょっと、生徒祭、生徒祭以外ってこと？ん、あ、生徒、あ、待って、今日チェキの生徒だった頭働いてなかった。あ、そういうことね。うん、XL じゃないんです。私もらったのはガールズ M でした。ちょっとちっちゃい目ですね。ガールズ M はそう、セラでもちっちゃめかな。の感じの T シャツでした。そう、ほぼほぼガールズ M か普通の男女兼用の S をもらうんですけど、ガールズ M は GM って書いてあるんですけど。GM っていうのを、そう、多分身長がちっちゃいからそれが届くんですけど、よくいろんなね、みんなメンバーのセーター T が、だからほぼほぼそれかなサイズが。うん、でもちょっとちっちゃめですね。ガールズ M だから、ガールズ S だったらもあるかわかんないけど、ガールズ S とかあったらもうピッチピチで着られないと思う。てかまあ、入るとは思うけど着たくなくなっちゃう、ピチピチすぎて。多分 S だったら、 M はそう着れる、ちゃんと M だったらそうちょっとピチピチになって恥ずかしいなぐらいね、で着れる。まあ、ダボっと着るのが一番好きですけどね。そう SS サイズ、そう男女兼用の SS サイズみたいな感じじゃない。でも本当にもうもらうだけで嬉しいから、もうサイズなんて何でもいいですよ本当に本当にもういただけるだけで本当にありがたいから。ああオッケー、何もなかったら着るね。オッケーオッケー。でもね、昨日もユーリさんのペンライト持ってる人2人とか2、3人いて、 T シャツ着てる人も2、3人いましたよ必ずいるんだよ1人は。そう、ぬいぐるみ目の前、私ね、あの去年のならいるんだよね。今年のはね、まだね、あのリュックの中に、リュックっていうかバッグの中、これ去年の、今年のもここに置いとこう。学校行くわ、だって。じゃあね、ありがとう、来てくれて。初めて2列目に座りました。やったね、2列目、ありがとうございます。昨日来てくれて。確かに生誕祭だからっていうあれがあるのか。確かに。むしろゆりさんグッズ持ってった方がセナタに見つけてもらえるから。いや、それはないですそれはないです。お見送りであーってなるだけで、実際重視してるのは自分のその名前、セナとかセナタっていうのをめっちゃ重視して見てるから、たまたまそう客席たくさん見てるので、たまたま見た方がユリさんのグッズ持ってたらあーとはなるけど、普通にそう何が見つけやすいかって言ったらセナタングッズです。毎年同じじゃないです。あのね、なんか去年のはこれ平らのやつだったんですよ、これね。だけど今年は丸かった、立体的だった着ていいなら全力で着たいけど、うん、でも着てる人もいますし、てかうん、むしろうん、着てる人もいるか、うん、どうなんだろう、分かんない。まあちょっとランキング読みます。
ランキング、ね、今日公演行くよ。だってやった13位ゆうと32、うん、13位ギャロー32、ひよちゅん31、つばさほしい3、10位ゆうくん、9位ゆうと3、8位なつきちゃん、7位おのぴーさん、6位めぐちゃん、5位ひろさん、4位にこしたさん、3位はっぱさん、2位ひろきくん、そして1位はティーチャーさん。ありがとうございます。祝1周年ありがとうございます。フライヤー読んだっていうか、フライヤーね、あのね、あの出演回数のさ、ところのさ、日付をね、全部見たんですよ。そう、もう衝撃的すぎた。はい、マサールさん、ひろきくん、くまーん、にこしたさん、くまーん、そのままいけよさん、ドラゴンZさん、千葉県めぐねさん、ひでころさん、おのぴーさん、くまーん、じゅんたろじゅんぽんさん、はっぱさん、くまーん、ピースさん、ギャローさん、ヒロさん、ケケナスリングさん、ヒロさん、くまーん、ティーチャーさん、くまーん、めぐちゃん、ひろちゃんさん、ありがとうございます。早めに劇場行って短冊刺そう。あ、そう、ロビーにね、短冊が今飾られているので、ぜひ推しメンのやつを探して写真撮ったりなんなりしてください。お伝えしな、一日頑張れ。うん、ありがとう、そう言ってくれて嬉しいです。ちゃんと見れてよかった、ありがとうね。明日もね、この時間なのでお願いします。ねえ、あれから1年だよ。いないね。今日ロビ会してみようかな。おお、今日も昨日ね、会えてね、よかったね。お風呂の電話せ、練習せいか出せいかなんて。練習したの？すごい。すごいすごい。絶対見つけようと、女性席。ね、公演、今日も公演楽しみます。イエーイ、1周年だよ。そうだね、今日はチェキの生誕なので、全力で熱気を出しながら劇場の温度が全員で3度は上げるぐらいこれ言おう。バイバイ、ありがとうございました。また明日ねー。